はい、こんにちは。今回はホウボウのアクアパッツァを作りたいと思います。まあ、ホウボウというと魚好きの方には常識なんでしょうけれども、そこまで知らない人も多いかなという魚で、まあ、実際僕も魚に興味を持つまでは知りませんでした。それで結構見た目に特徴のある魚で、そもそも形がいわゆるタイみたいな平べったい魚らしい形じゃなくて、まあ、頭がでかくて全身が尻尾みたいな、まあ、なんて言ったらいいんだろう、ワニみたいな形してますし、あと真っ赤な体とか鮮やかな青のヒレとか、あと浮き袋が発達していて声を出して鳴くだとか、だからホウボウっていう名前は這う魚っていう風に、まあ、形から来たっていう説と、鳴き声を転写したものっていう説と諸説あるみたいですね。で、まあ、アクアパッツァっていうのもまた知ってる人はよく知ってるんでしょうけど、洋食のメニューの名前あれこれ覚えるのが苦手な人には馴染みのない名前かもしれなくて、まあ、ただ魚養殖っていうことで調べ始めると割と最初の方に出てくる料理かなと思います。だからまあ今回ホウボウのアクアパッツァっていうのは、魚も料理も知ってる人には常識だろうけど知らない人には珍しいっていう組み合わせですかね。で、まあとりあえず野菜を切って、次は魚の処理なんですけど、あ、これはね、一匹を丸々フライパンに入れたいと思って大きさが合うか試したんですけど、結局合わなかったんで半分に切るんですが、このホウボウは前日にスーパーで安売りになってるのを見つけたんで、とりあえず買って内臓だけ取ってしまって、ペーパーとラップにくるんで置いておきました。あと、まあ処理もしやすいようにヒレも取っておいたんですけど、まあすぐに使わないっていう場合は内臓をつけたままだとどんどん悪くなってっちゃうんで、それだけ取っとくのがいいかもしれないです。それでまあ最初に塩を振って、でまあ切れ込みを入れておきます。この塩はまあ味付けの意味と、まあ、ある程度水分を抜いて臭みを出すっていう意味があるんで、でまあちょっとこのホウボウは鮮度がいいわけじゃないんで、やや強めに塩を振っておきました。お腹の中とかにもちゃんと塩を振って、でこれでまあ10分ぐらいかな置いておきます。まあこれホウボウって見た目がすごいですよね。でさっきの野菜なんですけど、まあ今回はたまたまあったパプリカと玉ねぎを使いました。まあアクアパッツァっていうと定番の野菜はトマトで、煮ても崩れないようにドライトマトを使うことが多いみたいですけど、今回は置いてあったはずのドライトマトが知らぬ間にミゲル君に食べられていたので、代わりの野菜を使います。あとニンニクも切っておきました。で、まあ浮いた水は拭き取るなり流すなりしてから胡椒を振って、もう一回味付けに軽く塩をして、でいよいよ火を使っていきます。でニンニクと、今回はオイルサーディンですね、アンチョビでもいいと思うんですけど、それでにオリーブオイルを入れて、オリーブオイルはある程度多めに入れて味をオイルに移していきます。でまあ魚を入れていくと、まあ本当はね切らずに丸々、結構見た目にインパクトがあるんでね、やりたかったですけど、まあ今回フライパンに入るように半分にして、それでですね、まあここで割とじっくり焼くのが一つのやり方みたいですね。だからまあここでひっくり返しながら、もうここで結構火が入っても構わないというつもりで全方面を焼いていくっていうのが、まあコツっていうか他のやり方もあるのかもしれないですけど、一つのパターンみたいです。で、アクアパッツァがいいのはですね、魚料理って結構一品作ったはいいけど、じゃあご飯はどうするんだっていうことになることが多いじゃないですか。でまあお酒と合わせてそんなにたくさん食べなくていいっていう人はまあいいんですけど、わちらは結構夕飯はお腹いっぱい食べたい派なんで、そうするとこのアクアパッツァは最後にパスタを煮汁にあえて食べるっていうことができるんですよ。だからまあ炭水化物どうしようって考えなくてもいいっていう、そういう利点もありますかね。でまあアサリを入れて、貝も割とあった方がいいっていう風に言われるみたいですね。まあ味がだいぶ出るんで。で、まあお酒を入れます。まあ今回ワインがなくてですね、まあ臭み取りの意味が大きいと思うんで、一応日本酒でもいいかと思って入れたんですけど、まあ本当は味としてはワインの方がいいでしょうね。で、さらに水もまあ適量加えていきます。で、まあこっからは火を強くしても焦げることはないんで、安心して火を強めて、で、まあ野菜、今回は玉ねぎと後でパプリカも入れていきます。まあパプリカがあれば一応トマトはなくても赤みが入るんで、まあ彩りとしてはいいですよね。でまああとは汁を回しかけながら煮ていって完成という感じです。でここからは完全に余談なんですけれども、まあこの半年ぐらいわちはちょっと俳句に興味がありまして、でまあ調べてみるとホウボウは冬の季語なんですよね。まあそもそも実際の魚の旬と季語の時期が一致するかどうかっていうのも場合によりけりみたいなんですけど、ホウボウの場合は一致してるんですかね。あ、で、貝は煮すぎると硬くなってしまうんで、一旦取り出して、最後に合わせます。で、まあ、いくつかそのホウボウを使った作例を見てみるとですね、やっぱりまずはその見た目に注目したものが多いんですよね。例えば、
ほうぼうの美しすぎる赤さにてとか、ほうぼうの青き胸びれ砂を這うとかですね。これはそれぞれ最初の方に言った外見上の特徴のどれかに注目したもので、あとはとにかく目がすごいっていう着眼点の句もあって、まあ、代表的なのはほうぼうの我を見つめてにられいるですかね。で、確かに最初の方を見返してもらえばわかるんですけど、まな板の上に乗ってるほうぼうの目ね、なんとなく言いたいことはわかる気がします。まあそんな中でもちょっとただの外見というだけじゃない異色のものが2つあったんで、これを紹介したいんですけど、まずはですね、中塚一碧郎のほうぼう一匹の顔と向き合いてまともというやつです。で、まあこれは作者が胃がんで亡くなる直前に作られた句らしくて、まあそう聞くと迫力も出てくる気がしますけど、ほうぼうなのいかめしい顔はまずいいとして、それと向き合ってまともっていうのがどういうことなのかっていうね。まあ辞書を見るとまともっていうのは正面から向き合うことっていうか、まあまともっていうのがそもそも真っていう字に面って書くみたいですね。知らなかったですけど、まあそういう意味で取ると、ほうぼうと向かい合うと顔を背けられなくなってしまうというか、まあ正体してしまうというかですね。まあで、その、まあそこには死の深淵を覗き込んでしまうみたいな、まあこともあったのかもしれないですけど、まあまとも真面目とかに近いような、まあもうちょっと精神的な意味で取るなら、まあ、ほうぼうと向かい合って深刻な気持ちから出られなくなってしまうみたいな、そういう方向性にも読めますかね。で、まあもう一つは、有馬明人さんの根の国のこの方々の面構え。まあこれもまた顔ですけど、根の国っていうのは、まあ、日本神話上の世界観で地下の国っていうことみたいですね。まあ黄泉の国、死者の国とかにもまあ近いですかね。確かなことはちょっとわからないですけど。まあそうだとすると、この句はまあ這う魚方々の地面にくっつくいかめしい顔を見て、こいつは根の国の、まあ、生き物だっていう風に断定したところに、この句の面白さがあるっていう、まあ、感じなんですかね。まあ、根の国のから始まると最初何のことかよくわからないんですけど、この方々の面構えまで行って、なるほど、こんな面構えをしている方々は根の国の生き物なんだっていう風に、後まで読むと最初がわかるみたいな、そういう構成になっていて、まあ、そう考えると根の国のっていうのはまあちょっとフライング気味なんですよね。まあ、逆に言うと、それだけにその根の国のっていう、比喩の強さが際立つっていう、まあそういう仕掛けですかね。まあいずれにせよ、方々はとにかく顔がすごいっていうわけで、まあ他にもいろいろ面白いのがあったんで、よかったら調べてみてください。で、まあ料理はですね、最後にもう一回オリーブオイル回しかけて、で、皿に取ると。で、その後、まあさっきも言ったように締めでパスタを食べたいんで、まあパスタを茹でておきますと。で、身がすごい。いや、これ。え？なんか魚を食ってるって感じがするね。うん。え、主食は？パスタ。このつゆを使って、パスタ和えるというメニューですね。これは。なんか、刺身にすると、結構その損が多い魚らしいね。あ、ってことは頭にいっぱい身があるってことなのかな。うん、なるほど。ドライトマトがなくなってたからよ、うん、泣きながら諦めたぜ。でもなくなってたのはずっと知ってたでしょ。いや、知らなかった、今日気づいた。マジで？うん。あ、ドライトマトがなくなってんじゃんと思って。一日一個食ってた。でも美味しいな。美味しいね。これは大変なことが起きてるね。まだ白菜ある？ある。うん、何で？いや、鍋作っとこうかなと思って。うん。今からビッグ要塞に。今から？まあ、いつでもいいんだけど、明日でも。何鍋をするんですか？うん？え、白菜鍋。うん。夜を踊れたちだと。うまい。大変素晴らしい。うん。どうだった今日は。いや、今日何もない。ただ大学行って、うん、リレー講座を解説するための何かをもらってきた。というわけでね、最後にパスタですけど、何も変わり映えしないと寂しいんで、なんか野菜新しいの一つ入れたりするといいんじゃないでしょうか。チンゲン菜を軽く和えて完成です。というわけで、方々のアクアパッツァでした。